はい、こんにちは、速稼塾の子です。今日はね、10月14日の17時ですけども、朝小さなダブルボトムを経てゾーンのところまでぐっと登っていって、ネックラインで今度は、ね、2点天井を作ったってところまではこれはお話ししました。そこから下に下がっていくときにネックラインを越えたらエントリーするということでエントリーしたわけですけども、あまり伸びずにね、そのまままた戻っていってしまったんで、多分これレンチに入るんじゃないかなと思うんですよ。ということをね、ちょっとこれから話していきますんで、1時間足の方を見ていきましょう。はい、繰り返しになりますけども、朝小さなダブルボトムを作ったのはここです。ヒゲを出してダブルボトムになったでしょ。でここからぐーっと上に上がってきて、ゾーンというふうにね、線を引いたと思います。ここゾーンに当たって降りていった。そしてネックラインはここだというふうに申し上げましたよね。ここを経由したら売りで入るよとか言って売りで入ったんですけども、2つのね、やっぱりヒゲを出して、下ヒゲを出して上の方に跳ねてきました。まあ、ですんで、このゾーンが効いているのと、このダブルボトムっていうのに挟まれた、これからね、横ばいに入るんではないかなっていうふうな気がするんですよ。で、ピップスもそんなに大きくないんで、まあ、ヤマト君が泣くぐらいですけどもね、ピップスもそんな大きくないんでね、ちょっとこれはね、レンジオプションで、エントリーがこれからしにくくなるなっていうところですね。もう本当、私も泣きを見るような状態ですね。で、明日15、16でしょ。木、金と入りますんで、ちょっと今週もチャンスが見出せないなっていうところですね。なんとね、10月はね、そのチャンスが全然取れないですね。ここの大きな下に行く流れっていうのはあったんですけども、まあ、そのぐらいですか。ちょっとかなり10月、今回苦しいなっていうところですね。まあ1000万は超えたんですけど、個人的には、ただもう伸び悩んでいくか、ちょっとここでへこむかもしれないなと、これはね、もしかしたらロットを増やして最後の2週間に、ちょっと止めましょうか。ロットを増やして最後の2週間にエネルギーをかけていくか、それとも10月は捨てて1000万ラインを守っていくか。本当に1ヶ月ね、これほどチャンスがないっていうのは久しぶりに経験しましたよね。本当に泣きばかりを見ている感じで、まあヤマト君も泣いてますけどね、私も泣きそうです。今月は最後の2週間にかけるしかないかなってことですね。じゃあまた明日。